進んでいきたいね。今回はですね、こちら、いやーもうめっちゃ買いました。今回も39点になりました。だね、今回結構イータンとトウくんが喜んでくれるかなって思うものと、これからお家を改造していきたいので、お家のね改造というか普通に日用品も買いました。お家改造したいとこなんだよね。キッピーキッピーキッピーですね。あ、あ、先に見ちゃうの。じゃあそれじゃあ行きましょう。やってからね、はい、早い。はい、それでは行きましょう。ミッキー入ってる。マジで、マジで大丈夫これ。はい、行きます。まずはこちら、最初はこちら、シリコンアイスバーメーカーミッキーとミニー。喜んでくれたよ最初から。アイスバーメーカーということで、ジュースとかを注いで、でこのまま冷凍庫に入れるとアイスになるというやつですね。ミッキーとミニーが可愛かったので買っちゃいました。これね、ドナルドとデイジーと他にも柄あったんだけど、ミッキーとミニーがもうあとちょっとでなくなりそうだったので、つい買ってしまいました。はい、じゃあ次、あ、これ紹介する。じゃあ、はい、次はこちら、はい、ミッキーちゃんのマスク、はい、じゃあ2時です。はい、いいよ。はい、こっち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 、キティちゃんの立体マスクとシナモンロールの立体マスクです。はい、いいよ。ちょっとセクシーだな、肌が上手だね、あなたたち。まあ、これはね、キッズ用で3枚入りになってますね。この子たち基本的に布マスクしか今までしてこなかったんですけど、不織布のマスクに挑戦したことがなかったので、まあ、夏とかだとね、あ、不織布の子涼しかったりするじゃないですか、布だと暑かったりするからね。これ本当にお仕事の時しか出かけないんだけど、たまにね、お仕事があって出かける時があるので、その時に、立体マスクこれね、つけてみようかなと思いました。もう一個ね、マイメロディーがあって、それはピンクでした。すごい悩んだんだけど、まあ、青と白にしました。キティじゃないかなと思って。 WHO では5歳以下はね、マスクをあんまり推奨されていない状況なので、まだね、この年だとやっぱり息苦しくなっちゃったりとかして、自分で手でねマスクの表面を触ってしまったりとか、逆に良くない効果があったりするので、マスクあんまりねさせない方がいいっていうイメージだったので、一応ねあったので、お試しで、焼きなしお試しでっていう気持ちで買いました。本当にいつも持ち歩いてるんですけど、混雑してるなって思った時だけつけるっていうやり方にしてるので、マスクケースで持ち歩こうかなと思います。開けたがってんだけど、こんな感じだよ。こうやってマスクこうやってつける。あら、かわいいじゃん、シナモンロールで。じゃあ、いったらキティちゃんつけてみる。こうやってね、触っちゃうからね、子供がつけてもね、どうせ仕方ないっていうのはあるのかなと思うよね。させるのもね、息苦しいからね。大人でもね、夏息苦しいもんね。あ、でもかわいいよ、ほら。ちょっと上じゃん。ちょっと痛いのでっかいかな、ほら。ちょっと痛いの。布マスクしてる時は結構おとなしくしてるんだけど、今ちょっと取っちゃったね。こんな感じになります。取る。イエ、はい、アニマルボディスポンジ、ウサパンダ柄です。これはですね、子供のね、泡をね、泡立てたいなと思って買いました。子供のね、体をね、これで洗おうかなと思って買いました。はい、こんな感じです。かわいい。うん、柔らかいです。どういいか、ウサパンダって全然興味ないじゃん。てかもういろんなもの出してるじゃんねえ。ああ、良さそう。無理無理って、特に自分で体洗って洗うんですよ。これで体洗うの、こうやって。どう、私いつもね手で洗ってたんですけど、ちょっとそろそろこういうのも使ってみようかなと思ったので買いました。まあ、まだ手でいいのかな、実際どうなのか分かんないんですけど、皆さんはどうされてるか教えていただけると嬉しいです。次、特のこれ、次これにしようか。はい、次はこちら、はい、スプーン&フォーク、キッズ向けのね、スプーンフォークです。これすごいね、シンプルな感じだったので、ちょっとね、買ってみました。いつもね、ダイソーで結構グ
グリップがしっかりしたものを使ってるんですけど、ちょっとそれだとね3点持ちができないなと思って、こうお箸をね持つ上で3点持ちがねこれならできるかなと思ったので、ちょっとこれをね試してみたいなと思います。100円だから試してみようっていう感覚でね買っちゃうんだよね。でもそれがすごくいいこともやっぱあるからね、合う合わないはあるとは思いますが試してみます。お次はこちら、シリコンお箸ホルダー。最近ねお箸の練習すごいしてるんですけれども、ちょっとねいいたウサギ、はいウサギどうぞ、トークンガオガオね、今回こちらのシリコンお箸ホルダーを買ってみました。このね上の部分、ここのお箸の上の部分をくっつけるやつですね。エジソンの補助箸とこの箸を使ってるんですけど、交互にねまあ使うにしてるんですけど、やっぱねこっちにするとねやっぱ難しいんですよ。どうしてもここがさやっぱ持ち方がこういうふうに持つ難しいから、エジソンの補助箸はさここにリングがついてるんですよね。リングがついてて上がつながってる。でもこれはですね上をだけをつなげられるんですよ。だからリングはないけど上をつなぐみたいな感じの状態になるので、少し練習ができるんじゃないかなって思ってこれも試しに買ってみました。いいタイミングやってみよう。開けてみる。早っ。はい、じゃあこれをじゃあ実際につけてみますね。はい、こんな感じでつきました。どう？難しいかな逆に。ほら、どう？ちょっと重みがあるかも。確かに指の力だけでほら簡単に挟めるから、うん、まあできるといいなっていう感じだね。挟むのは別にできるようになるんじゃないかな。まず一本の練習としてはやってみるのはいいかな。そう、ね、そうなんか3段階だよね。普通の箸、シリコンホルダーをつけた箸、補助箸。一旦はもうね、すでにお箸で結構食べるのができるようになってきてるから、普通のお箸でね、食べられるので。じゃあすごいもんね、トークはね、もうちょっともうちょっとだよね。なんか持ち方のこだわりがあるんだよね、トークはね。はい、これで試してみようね。これでご飯食べてみようか。いやね、ウサギみたい。ウサギみたいじゃないですか、ウサギさんだよ。ピヨ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 は。はい、じゃあお次はこちら、これ紹介するまでもないんですけど、アイマスクです。まあこれはね、いろいろ企画とかで使えたら使おうかなと思ってノリで買いました。次 EGC だー。これは旦那チョイスかな。電池で熱をここに発してこうってポテトチップスとかのなんかこう書いてますね、袋とかを閉めることができるってやつみたいです。パパのクレーン、パパの。次いきます、ショースペース多機能まな板。前回はね正方形の白を買ったんですけど、今回は黒で長方形にしてみました。結構ねこれ便利なんだよね、ほんとちょっと使いたい時に便利でね。私結構バナナを切るんですけど、正方形だとねバナナがねちょっと収まらなくて、私は長方形がいいと思った。でも長方形で出たの最近だよ。そうだよね、だから長方形の方が使いやすいんじゃないかなと思って。人参とかが若干はみ出る時あるじゃん、切ってちょっと寄せて、そうしてたんだけど、これだとなんかいいかなと思ったので。ほらバナナって書いてある。はい、ほらバナナとかキュウリとかって書いてありましたね。次いきます、超強力マグネットミニ。これはね旦那が欲しいって言ってました。子供がいない部屋で使う用のマグネット、ね、これはちっちゃいからさ、子供が飲み込んだりとかしたらすごい危ないから、正直サイズめっちゃ迷ったんですけど、まあ、子供がいないところで、子供が入らないスペースで使うものね。そう、編集デスクの上めっちゃ自分用だね。あ、じゃあこれ紹介しようか。はい、こちらあったシリーズです。見た瞬間に思ったよ、見た瞬間に思ったよね。あれあれあれ、これはあ、これは意識されてると思うんですけれども、まあ、100円でね絵本でこういうのがあるっていうのはまあいいじゃないかなと思ったので買いました。結構ね最近もう本当に物の名前を覚えてきてて、刺すたびにこれがイチゴとかリンゴとかすごい言うので、こういうので遊ぶのは楽しいんじゃないかなと思ったので買ってみました。遊びたいけどさ長くなっちゃうからサクサクいきますね。次、瓶オープナー。これはでも私が買いました。最近ねいろんな瓶を開けるのにね力がないんですよ。もうね年だね。そうね、旦那にやってもらうんですけど、やっぱね力がねないから、これちょっとやってみたいと思って買いました。こういうの便利だよね、やっぱダイソーって感じがすごいするアイディア商品。冷蔵庫ミニポケット。これは冷蔵庫の中にこうかけて、この中にいろいろものを収納できるっていうやつですね。まあ、こういうさちょっとしたものがさ充実化させるんだよ生活を。どうしたの、なんかじゃあこれを開けよう。ほら、トック。
してじゃあ機嫌が悪そうなのでじゃ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 ーんじゃがじゃ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 んじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃんじゃん反動がいいやいい次も弱いじゃじゃがじゃじゃじゃがじゃじゃんじゃじゃがじゃじゃがじゃじゃがじゃんじゃじゃが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 じゃんいた取られたやっぱ自分のはそれなのねあなたたちあいいよいいよちょっといいのシール遊びですね4冊買いましたこれ結構リピートしててで今回ねこの4冊がなんと新しいから出てたので全部買いましたシールねやっぱね今すごい好きだからねドリーだよファインディングニモとドリーだよでこれはミッキーとミッキーこれね違う柄なんだよはいでこれトイストーリーこれ4ですね4のメンツが入ってるやつとこれはプリンセスだね一番のメンツキラキラ系だねうんキラキラプリンセスね伝説6姫とラプンツェルですこれね次ガチのミキサーはいこちらリピートですこれねちょっとねなんか壊れちゃったんですけど洗った時にちょっと水没したっぽくてちょっと壊れちゃったのでまた買い直しました100円だったらいいなっていうこれねこれあるだけでね本当クオリティがコーヒーのクオリティが上がりますウィーンって回してくれてこう牛乳をポンパフワーにしてくれるんですけどすごい便利ですこれはい三徳缶切りうちね缶切りが実はなかったので買いましたそれだけですげーステンレス深型キッチントレー入庫はいこういうねトレーめちゃくちゃ料理でね役立つのでこれが欲しいって言ったらすぐにカゴの中に入ってて2回ドヤ顔されました入ってるよ入ってるよってね次はいお名前シールこちらのラミネートフィルム式の方買いましたでこれがキキララのやつですねこれもラミネートがついてますねキララだとさどっちでもいけるかなと思ったんですキララみたいな感じだ男女スタグラムこれねお名前シールね保育園にやっぱねめちゃくちゃ使うんですよ本当にお名前シールめちゃくちゃ使うのでねもう本当に書いても書いても取れちゃうんですよちょっとするとねなんかこう洗濯物の中にねシールがね入っててねあ取れちゃったどれが取れちゃったか分かんないみたいな感じになって大変なんですよすぐにねやっぱなくなっちゃうのでたくさんねストックしておきたいなと思って買いました大量ですこれ次シリコンチョコレート型ミッキーはいこれ氷も作れるしチョコレートも作れるっていうやつですね、まあ、チョコレート作んないな何で買ったの？これに水入れて氷にしたらグラスの中がミッキーだらけなのかわいいかなってすぐ溶けちゃうよ一瞬で溶けるんだけど最初だけね映える、まあね、確かに一瞬映えるねめっちゃ一瞬映えるねこれね少なかったよもう残り少なかった次マグネット付き調味料入れミニキャニスター見づらいんですけどこうやって調味料が出せる穴がついてますで裏はマグネットになってます別に調味料じゃなくてもさ他のものでもいいよね全然マグネットがついてるちょっと小物入れこれ結構便利だと思いますメロンケーキ&レモンケーキレモンケーキねダイソーさんがまあ一押しなんでもいろんなところに至るところに至るんですよねやっぱ買いました1個で100円です買ったよ食べるって私がこっち向いたんだけどやだねターゲットが変わったシールドじゃなくていいのおいいんだ上手だねすごいすごい上手だよあとはあいいんだが好きそうなのヘアゴム付きケースディズニープリンセス使ってねインタンに最近ね髪が長くなってきたので、よくね結ぶことも増えてきたんですけどそう、ね、インタン専用のねケースを買いました次シャイニーリップカラー200円そんなん買ったの私はなんかこれ唇にきらめきよみたいなことが書いてあってなんかちょっときらめき欲しいなと思ったんだよね完全にこれは ASMR への憧れですねって言っても分かんないかもしれないんですけど私たち ASMR をねよく見るのであのキラキラな口紅色使えはいじゃあねちょっとね包まれたこれですはいまずはこちらソルト&まあソルトと来てるのでまあ分かりますねはいシュガーシュガーシュガーまあこれはですねキッチン改造をするために新しく購入しました可愛いと思ったんで買いました可愛いよね200円でこれ可愛い200円なんですけど可愛い本気だから割れちゃうけどうまく入るかなちょっとなんか不安なんだけどまあ旦那チョイスですこれはラストはこちら花瓶です
かしね、私たちはこちらの花瓶を花瓶として使うのではなく、キッチンのね、菜箸を入れるのに使いたいなと思いました。こちらをほらほら、どうですか、いいんじゃない、この細さ。私たちね、ミルク缶とか使ってるからさ、もうさすがに新しいのにしようよってなって、ちょっとね、それを含めてちょっとキッチンの周辺をね、もう一掃したいなと思いまして、こういう形になりました。皆さん、お玉とかどうしてるんですか？やっぱこう、入れる派、引き出しに入れる派もいるだろうし、こう飾る人もいるだろうし、なんかどう収納するのがいいのかなと思って、あんなと半々ぐらいでキッチン使ってるので。相談しながらね、これから少しずつダイソー行ったり他の雑貨屋さん行ったりして、キッチンを充実させていこう計画が始まっておりますね。やだやだ、そんなおしゃれなの買えないよ。これ100円でうまく済まそうとしてんだからさ、予算なんかそんなかけられないよ。倒したら終わり。もう一個もう2個買ってもいい。確かにそれでもよくない。それで全部入れるっていうのどう？そうだね、なんか白黒白黒とかしたらおしゃれ。以上でございます。こんな感じでね、皆さん何か参考になるものがあったらいいなと思いますが、我が家の事情がちょっと今回は多かったかもしれないんですけど、まあでもね、やっぱりダイソーすごいね、やっぱ子育てグッズも充実してるし、日用品も本当に充実してるし、やっぱね、行くとね、やっぱなんかたくさん買っちゃうみたいなところがあると思うので、またね、買ったらちょくちょくご紹介しようかなと思います。まあ、今回癖が強いものが多かったかなと思うんですけど、まあ夏グッズとかもね、ちらほら、まあ少しは参考になるかなと思います。自分でやんないの？皆さんこれがいいなとか、もしくはダイソーはこんなのがおすすめだよっていうのがあれば教えていただければなと思います。よし、じゃあみんなにバイバイするよ。はい、それではこの動画が良ければぜひグッド、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。そうだね、じゃあレモンケーキ食べよう。美味しいね。これはメロンケーキです。どうですか、美味しい、うん、レモンケーキです。これはどうですか、おやつにぴったりです。ないよ、ママのもないから。